にそのプロトタイプを作ってコアになる遊びっていうのを徹底的に追求する。でそこでの面白さっていうのがもう全世界に通用するもんなんだっていうことを、しっかり確認してから初めて量産体制になる。一番その大きい違いっていうのがやっぱ多くのデベロッパーさんが一番最初にこうドキュメントをきっちり制作するんですよ。その制作したドキュメントに従って作業を進めていくというやり方をするんですけど、任天堂はそれほとんど書かないんですよね。まあ宮本さんからずっと流れてる流れかもしれないんですけれども、ドンキーコングカントリーリターンズは、日本の任天堂とアメリカのレトロっていう会社、この2つの会社で共同開発したもので、アメリカと日本ですから当然これ距離があるわけで、でまあこの距離以上に時差っていうのはこれが一番大変なことだったんですよね。でこの時差をいかに解消するか、でそのためにはやっぱコミュニケーションを円滑に密にやるっていうことがポイントで、まあもうビデオ会議はすごく頻繁にやりましたし、我々がアメリカへ行ったり、アメリカから彼らが来たりってことをこう頻繁に繰り返してやる。でそれぞれにバイリンガルのスタッフがいて、ドキュメントのやり取りとか翻訳してやる。そういうことをやることで、この時差の問題を解消してやったことがうまくいったことの一つの要因だと思います。難しいけど面白いです頑張ってください。そうですね、やっぱりその立体になったっていうことで距離感の部分が、これまでだとそのなんか影を頼りにとかそういうことじゃないとできなかったのが実際にその感覚として分かるようになっている部分ですかね。であとはそのやっぱりグラフィックの表現能力が上がったっていうことだけでもすごくやっぱりインプレッションされるものがあります。でもう一つの可能性としてはその通信の部分、これまでよりやれることは広がるっていうふうに思ってます。ゲーム制作ってエンターテインメントだと思うんで、他にもエンターテインメントいっぱいありますよ。映画でもいい、小説でもいい、音楽でもいい。でそういうものにやっぱ幅広く目を向けて、興味を持つ。で面白いと思った時になぜ自分が面白いと思うか、それを分析する。で、あ、これでこうだから面白いんだっていうことの引き出しを貯めておく。それをゲーム制作する時に出していく。だからそれをどれだけ貯めておけるかっていうことがすごく大事なんじゃないですかね。私はそう思います。